赤、福岡県阪神八段、住木選手。対しまして、白、東京都、京師八段、千葉選手。左の住木選手は、全日本選手権の出場経験はありませんが、福岡教育大学教授で、指導者として実績を残しています。対する千葉選手は、全日本選手権で3度優勝した上段の名手で、現在は警視庁の首席師範を務めています。もちろん今大会でも優勝候補の一人でした。住選手は今大会に3人出場した藩士の一人ですが、2試合続けて全日本選手権者と対戦することになりました。千葉選手の選手時代からの最大の武器は上段から打ち下ろす片手後手でした。住選手もそれを警戒し、打ち終わった後を狙っています。千葉選手が得意とする片手後手を決めました。住選手は焦ることなく、堂々とした構えから攻めを見せています。時折千葉選手は得意の小手を見せますが、住選手が動じることがないので一本にはなりません。Thank you.
5分の試合時間が過ぎ、千葉選手の一本勝ちとなりました。千葉選手が得意とする上段からの巧みな小手でした。